私が違うではないか。お主何故生きておるか。まあいい、始末すれば辻褄も合うというものよ。
平田屋敷、存外にたやすかったな。フクロウの手引きもなかなかのものではないか。おりゃつかねえな。あのじじいはどうにもうさんくせえや。まあ、あれは下道、道下道だぜ、正成さんよ。まあ我慢しろ。いかに企もうと、所詮は田舎のはぐれ忍び。何ができることもあるまい。で、俺は銭と酒さえ都合してもらえりゃ、文句はねえぞ。